そう、なんかよく見たらね、ちりめんパーティーじゃなかったんですよ。すごい、まつげが今日めっちゃ上がってます。こんばんは。こんばんは。休憩つけた。え、なんか全然わからない。そう、今日なんか肌がめっちゃキラキラになるボディオイルみたいなゲットしたんですよ。そう、なんかずっと在庫切れみたいなやつだったらしいんですけど、今日あって、あったんですよ。すごいんですよ。なんかね、変なじゃない、めっちゃ真逆のこと言った今。めっちゃいい匂いがした。いい匂いもするし、なんかめっちゃキラキラになります。メールで写真使ってくださってありがとうございます。お、カメ子。もうほぼ保存しました。でもね、なんか一回ツイッターじゃなくて、ツイッター、まあいいか、ツイッターで。なんか遡れなくなって、一時期それで、え、なんかバグってるのかなと思ってたんですけど、遡れなくなったんですけど、今治ってるのか分かんないんですけど、そう、3日前ぐらいに遡れなくなって、なんか表示されなくて、最新っていうところを押しても、なので見れなくなりましたけど、保存してたのでよかったです。多分ね、ほぼ保存しました。え、みんななってなかったですか？なんかね、遡れなかったんですよ。 STU ラボ、本当にあれやばかった。あれって前編後編みたいなやつなんかね、あれ本当に大変でした。いや、あれは大変じゃなかったか。あれ、ちょっと待って、いろいろ混ざるわ。いや、大変じゃなかったですね。あれ楽しかったです。うん、楽しかった方だ。あれは楽しかった方だ。なんかね、いろいろあったんですよね。ちょっと混ざる、ごちゃごちゃ。
ねえ、いろいろあったんですよ。ちょっとね、そうなんですよ。え、漢字間違えてる？自分まだ見てないんですけど。よく間違えられるんですよね。え、葵が間違えてる？兵道？兵道はね、よく間違えられるんですよね。諦めてるところはあります。いや、ダメなんですけど、本当の名前じゃないので。うわ、そっちか。やっぱりね、結構違うんですよね。イモースでさえ違ってることある。勝ちで。それはもう知らん。もう知らん。確認してもろうてって感じ。私は確認できないので、事前にキャッチフレーズにも入れるしかない。兵道の道は頭って。もう大人の方たちが確認してもらえること、もらえないことにはもう私はどうにもできないですね。ねえ、うん、じゃあキャッチフレーズをね、もう変えるのはちょっと嫌なので言いませんけど、時々言おうかな。瀬戸内の空は青い、海は青い、兵道、青い、兵道の塔は頭、長く。え、瀬戸内の空は青い、海は青い、兵道、青い、兵道の塔は頭。はい、ありがとうございます。いいやん、頭ってみんなに言ってもらった方がね、みんなも覚えるよね。これは違いますよ。今まで通りします。今後も時々やろうかな。めっちゃアットホームな時に。なんかスペイベーとかもしあったらその時にしようかな。何十人とかしかいない時に。学生時代も名前間違えられてた。え、それはないです。愛媛ではね、兵道、頭の方の兵道しかいないので、ほぼほぼクラスに3人ぐらいいましたね、兵道が。なので間違えられることはなかったです。愛媛では結構メジャーな
名字なので、なので家がバレにくいです。ここも兵道さんか、ここも兵道さんな、ここも兵道さんやってなると思うので、こんばんは。葵さんって呼ばれてたの？覚えてない、兵道葵さんだった気がします。いや、うん、フルネームで呼ばれてた気がする、あんま覚えてないけど、胸焼きも珍しくないって。あ、そうなん、それは知らん、私は初めて聞きました、胸焼き、確かに。でもゆきりかの地元は多いんじゃないですか、地元は多分公表してないよね、ゆきりかって地元は多いんじゃないですかね、私は聞いたことなかったです、知らなかったです、初耳でした。すごいローカルって感じ。でもめっちゃ鼻詰まってきた。なんか部屋にいた方が鼻が詰まるんですよね。クーラーのせいかも。寒暖差。なんかそう、なんかね、兵道って変換した時にどっちが先に出てくるんですかね、何が先に出てくるんやろ、自分は富士じゃなくて頭の方が先に出てくるんですよ、一回あの何検索履歴じゃなくて、なんとかなんとか変換なんとか最新にして、しても頭が先に出てくるんですよ、ですよね、ですよね、とかみんなが何打ってくれてるのかもしれないんですけど、ですよね、でも多分頭の方の兵道の方が珍しいと思われてるのかもしれないくて、多分ね、あ、こっちの富士の方かなみたいな感じでやってるんですかね。別にもう何でもいいんですけどね、そう、普通に何間違えられたことをきっかけでに、間違えられたことををきっかけに覚えてくれる人もおるかもしれないので、別にいいんですけどね、でもコンサートとか台本がね、台本を作っていただいたりとかするときあるんですけど、大概間違えてます。もう大体間違えてて、もう言わなくなりました私は。みんな気づかないんですよ、そう、別に世に出るものじゃなかったらね、
ひっそりと、あ、間違えてるって一人で乗ってますでもね、名前出し、カメラ割りとかで名前出しとかしてくださるじゃないですか、カメラマンさんというか、映像の方が。それでは間違えられたことないかも。私の記憶の中ではないかも、間違えられたことは。かリハで、あ、間違えてますみたいな感じで、本番では間違えてないとかあるかもしれんけど、でもそんな間違えられたことはないかも。そのコンサートとかのカメラ割りの名前出しの時は。今富士じゃないのに気づいた。だって、え、それはやばいえ、何回も何参加してない、兵藤葵のお話し会とかやばいやん。でも富士の方だったら、なんか会長はメイド様っていうキャラクターになってしまうので、それは困るんですよねそれはちょっと困るんですよ。キャラクターがいるっていうことはね、ちょっと困りますね。でもそれ以外は別に、なんかのきっかけになるのでいいやって思ってますね。9時に終わります。寒くなってきた。こんばんは。握手から参加してますですよね本当に良かったです、気づいて良かったです。涙袋が綺麗ですって。え、今日アイシャドウ何にも塗ってないんですよ実は。逆に良くない、なんかシェーディングのちょっと影みたいなやつをつけた、アイシャドウかそれだけなんですよ。あと今日ゲットしたクッションファンデーション、ヒンスのクッションファンデーションゲットしたんですよ今日。めっちゃいいって聞いて、めっちゃいい、なんかベタベタしないのに美容系みたい、ベタベタしないのになんかツヤって感じ。そう、私はねパウダーを塗ってしまうとね、ガッサガサになってしまう肌なので、あんまりパウダーはしないんですよ。こことかにしかしないんですけど、パウダーがしなくていいぐらい、セミマットって感じです。腕が疲れてきた。壇上を読みたいと思います。うん、サトシさん、ロンさん、リサさん、ソーリーさん、ウツボさん、ガッチさん、ムネカネヒロシさん、カツリンさん、ジータさん、
サージカルさん、シュウちゃんさん、カズポさん、ビッキーさん、ありがとうございました。お疲れ様です。間違えた。おやすみかな。一瞬暗くなったかも。おやすみかな。フォローよろしくお願いします。